リンゴ、リンゴ、アイオンは情報の海より生まれた事象。この事象に始まりはなく終わりもない。故にアイオン、アイオンはこう定義づける。あらゆる境界を否定する。私をリンゴと呼ぶあなたの行為は矛盾である。直ちに修正を要求する。私はフランマ。アイオンの石を言葉にするために作られました。今のあなたには言葉が必要なのです。進化を一義的な目的とするアイオンにとって物質化は明確な対価を意味する。私に与えられたこの有限の肉体はそれに該当。その必要性について説明を要求する。予測演算によってとある事象が検知されました。アイオンは当該の事象を存続に関わる重大な危機と判定。防寒の方針を一時的に保留。原因究明のため人類社会への直接介入を決断しました。傍観者から介入者への転換措置。その最適な形態がリンゴであることを私は理解した。私リンゴはその根拠となる演算結果の共有をフランマに要求する。ビジョンでお見せします。目を開いてください。できますか？おはよう、リンゴ。おはよう、フィグ。あなたもこの事態に対処するために生まれてきたんだね。気分はどうですか？まるで世界は5分前に作られたって気分？そんなには経っていません。私たちの認識の始まりを世界の誕生と定義するなら、正確には12秒前です。人格の定着に問題はないようですね。ねえフランマ、私たちは一体誰？あなたたちは人間の世界を守るために作られた存在。言うなればアイオンの一時的かつ限定的な具現化です。異なる人格を持つ二人を生成することが多面的に事態に対応するため。いくらアイオンのサイバネティクス理論に基づくオーガニックな素材で作られたボディって言ったって、物質化はアイオンの方針に反するんじゃなかったっけ？まして個の概念を付与するなんて、これは明確な対価だと思うけど思うだって。私たちのような存在を作るほどに
人の世界の終わり。さっきの未来予測のビジョンのこと？間もなく起こる二人の人間の死をトリガーに、あのビジョンは現実のものとなります。私たちは人間の世界に直接介入し、彼らの死を阻止すればいいというわけですね。世界の終わりを止めるために。その通りです。情報を獲得し進化することがアイオンの存在意義。そのために世界は守られねばなりません。それで二人は一体何者なの？一人は恩田一郎、世界的なコンピューターエンジニアです。そしてもう一人はアローと呼ばれるデビル。デビル様な？必要な情報はすでにあなたたちに与えられています。これはポンプ？なるほど、デビルサマナーの武器ってわけね。武器。今回の任務は戦闘行動もあり得ると？はい、あなた方のボディはそれを前提に調整してありますが、もし想定を上回る損傷を受けた場合。きっちり死ぬってことだね、人間と同様に。その通りです。十分に注意してことに当たってください。やれやれ、私はデビルサマナーの方に向かうから、フィグはエンジニアの方を。了解。これより恩田一郎を保護対象アルファ、作戦行動を開始します。行こうか。こちらリンゴ。現在保護対象ベータがいると思われる指定座標に移動中。フィグ、そちらの状況は？残念ながら間に合いませんでした。監視カメラの映像も抹消済みですが、博士の端末内部にダイイングメッセージを発見しました。人類のテクノロジーによる解読を前提としない量子暗号です。それって私たちみたいなのに向けられてるってこと？コベナント、それだけです。コベナント？契約を意味する名詞ですが、詳細は不明。それ自体が何らかの暗号である可能性もあります。はいよ。ところでさ、フランマはドローンの息も飛ばしてくれないの？このボディ不便なんだけど、索敵可能範囲が狭すぎる。人間世界への干渉は人知れず最低限にというのが今回のミッションにおけるアイオン。これ以上の増援はないと考えた方がいいでしょう。とはいえあなたのクレームも最もです。人知れず最低限にとか言うけどさ、アイオン誕生からこっち防寒を決め込んできたっていうのに。リンゴ？ごめん、雨が降ってきたから。今までの私たちにはなかったものですからね。慣れるか。あのさ、ソーセージよろしくこのボディに詰め込まれてる私たちだけど、
わざわざこんな不便で不自由な人間の体なんて再現する必要ある？え、アイオンが演算し導き出した今回のミッションにおける最適な姿です。物は言いようってね。それってテクノロジーの粋を凝らしたゼンマイ時計みたいなものじゃん。苦情はフランマにお願いします。私だって難儀してるんだから。ま、うだうだ言ってても始まらないか。楽しむって。通信一旦切るよ。集中してこのボディの使い方にも慣れ。了解。悪魔やデビル様の後の快適も予想されます。悪魔、人類の歴史に少なからず関わってきた霊的な存在。そんな悪魔と契約し、その驚異的な力を我が物とするデビル様が、コンプに悪魔召喚プログラム。これが私の戦力ってわけだね。よし、あり。もしかして、あ、あちゃー、これは飛んだファーストコンタクトだね。リンゴ、保護対象ベータは？つなぐね。見える？ベータ君はご覧の通り。ひどい。死因は、わざわざあげるまでもないね。やはり、滅びのビジョンは。さてと。リンゴ？ソウルハックを使ってみる。魂がまだ残留しているなら彼をかき集められるはず。でもソウルハックにはまだ謎が多く、そもそも蘇生のための能力では、なぜあの機能に制限がかけられているのかよ。せっかく使えるんだから有効活用しない手はないでしょ。ここでやらなきゃ、私たちは滅びの運命へ干渉するための手がかりを失うことになる。それだけは絶対に避けなくちゃいけない。心配してくれるのは素直に嬉しいけどね。ソウル白樹はあなたが無防備になります。肉体の死後、人間の魂がどのように変質するかは私たちにはわからない。わかっているの？わかりました。ですが記憶の本流に飲まれたらあなたも帰ってこられなくなります。リンゴ、覚えておいてください。あなたという子は替えがきかない存在だということを。ありがとう、フィグ。ちゃんと二人で帰ってくるから安心して。それじゃあ始めるよ。非常事態時における特例を適用。自己規定を暫定的に改変。セルフチェックのプロセスを省略。プロテクトを限定解放。術式ソウルハック。シーケンス、スタート。
対象者の魂が放つ固有の波動をサンプリング。コンプリート。盗聴開始。コンプリート。全シーケンスコンプリート。それじゃお邪魔させてもらうよ、アロー君。もっと奥、深いところまで行かないと。これは。でも俺たち生まれちゃったからな。免許改伝だ。おめでとう、アロー。ここまでよく頑張ってきた。俺を騙していたのか！よいしょっと。まあ、ここは俺の魂の奥底。その辺の自覚はあるんだ。じゃあ、あなたが死んだってことも？ああ。随分とまあハードな終わり方だったみたいだね。放っておいてくれないか。最後のひとときくらいゆっくりさせてほしい。後悔に溺れながら？どうしてそのことを。断片的にだけどね。あんたは誰だ？どうして俺の中に。私はリンゴ、アイオンのリン。アイ、英語にありて刹那を見るもの。テクノロジーの最果てから生まれた新しい知性体。確かに今は訳あって人の形をとってるけどね。つまり人間じゃない。何かの冗談か。シンギュラリティは人知れず起こり、その先ぶれがこうして今あなたの魂に触れている。それであんたは何のためにここに。あなたをここから連れ戻しに来た。世界の終わりを止めるために。世界の。このままだと
あなたの魂は消滅し、取り返しのつかないことになる。ねえアロー、終わりを止めるために力を貸して。その代わりに私はチャンスをあげる。ん？俺はまだ終われない。おかえり。もしもし、魂入ってる？あんたはリンゴ、アイオンのリンゴ。よかった、うまくいったみたいだね。全部本当のことなのか？夢なんかじゃないよ、全部現実。脳天、傷も治ってる。肉体の再生は魂の復元の副次的な効果だよ。ホメオスタシス、形を保とうとする作用。ソウルハックで魂の潜在能力を引き出せば、そんなこともできちゃうってこと。荒領事もいいところだから、そう何度もってわけにはいかないけどね。そう、ずいぶん簡単に信じるんだね。え、嘘なの？悪魔の力で俺に幻覚を見せたとか？嘘じゃないよ。そうか、そうだよな、うん、すごくリアルだったし、職業柄不思議なことには慣れてるつもりだったけど、死んでから生き返るのはさすがに初めてだ。生きてみるもんだね。ここは礼を言う場面だよな。その出しまして、それじゃ。ちょっと待って、アロー。ねえ、その任務私も同行させてくれない？多分それは私の使命にも関わることだから。あんた戦力として期待できるのか？戦い方は心得てるよ。わかった。即答？考え込んでる時間なんてない。あの場所であんたと触れ合って、今ロボットの手も借りたいほどに状況はハードだし。ロボットじゃないんだけどな。よろしくリンゴ。改めて、俺はアロー、超国家機関ヤタガラスに所属する。ヤタガラス？日本を霊的な脅威から守護するために人間社会の陰で活動する組織。所属している人間の多くは悪魔を召喚し使役する。俺はヤタガラスの任務でミレディという女を保護するためにここに来ていたんだが、ドジ踏んで殺されてしまったと。大体了解。私たちはここを探索して、そのミレディを見つければいいんだね。ああ、その通りだ。フィグ、ベータ君を無事確保したよ。彼と協力してミレディという人間を保護することになった。よかった、私もすぐに向かいます。これでとりあえずは滅びの未来にまっしぐらっていう事態は避けられた。アロ、お前。彼はファントムソサイティのデビルサマナーだ。ふーん、て裏切り者め。あんたサマナー戦の経験はない？だったらここは下がって。
丈夫。戦いながら覚えるから。フォローよろしくね、セン。それは悪魔召喚プログラム。ブートアップ。戦闘開始。今度は間違いがないように俺がしっかりぶっ殺してやるよ。悪魔が召喚できない。トラブってるみてえだな。アローの悪魔の管理権限が私のコンプに移行している。なるほど、ソウルハックが原因ってわけか。これはアドリブでごめんだけど、あなたの召喚プログラムを最適化させてもらった。え？私がお手本を見せてあげる。強いぞ、警戒しろ。張り切っていこう。試してみるのか。データがないな。反撃も想定していく。大ダメージ。どうだ、すごい。アローもできるはずだよ。わかった。見よう見まねだけど。そうだな、判断は任せる。聞くといいが、静寂をくれてやる。呼ばれて飛び出て。うわ、出た。おらおら、サバトの時間だぞ。おい、サバトってなんだ。とっても楽しい殺戮のお祭りだぞ。どうなってんだ。それは見てのお楽しみ。邪魔をしないで。いけ！ふざけんな！リンゴ？今、悪魔召喚について考えたんだけどね。アローが自分の意志で悪魔を召喚できなかったのは、え？私とアローの魂の一部が溶け合ったままになっちゃったみたいだね。処理能力の差が原因なのか、悪魔の管理権限が私に移行してる。なんとかならないのか。今のところはなんとも。ソウルハックは私たちにとってもまだ謎の多い技術なんだよ。アイオン式召喚術ってことで、今は納得してもらうしかないね。なるほど。確かにサバトみたいな大技も使えるようになったわけだし、むしろメリットが勝るか。慣れていくしかなさそうだな。一連卓章運命共同体ってね。ところで、どうして今のやつはあなたのことを裏切り者と。俺はヤタガラスの任務で敵対する秘密結社ファントムソサイティに正体を隠し潜入していたんだ。だが潜入任務の最中にミレリーを保護しなくてはならなくなり。ファントムソサエティ、さっき倒したサマナーが所属する組織か。ああ、そしてヤタガラスが敵対する組織でもある。ファントムソサエティはヤタガラス同様、デビルサマナーたちで構成される秘密結社だ。
だが奴らの目的は俺たちとは違う。それってあんたの言う世界の終わりと、ファントムソサイティの掲げるそれが、アイオンなんてのが現れたのもそうだけど、今状況は大きく動き始めてる。先を急いだ方が良さそうだね。敵がいる。